しまっといて。これも、あ、これしまうことできないの？開く。あ、あれ？あ、一回所持品に入れなきゃダメなのか。え、これできないのでは。まあいいや。じゃ、これかたして。うん。食べんのかい。消して。皿めっちゃあるやん。片手で持てる限界超えてるでしょ、それ。すげえ皿落ちてんじゃん。ちょ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 、それしまえないの？これ冷蔵庫入ったのかな、今ので。あ、入った、よかった。で、寝よう。じゃあ、いやー、パーティーはまあまあそこそこでしたね。うん、いやー、いろいろトラブルが多かった。おやすみ。お疲れ様、二人とも。ん？あ、エイダが悲しくなっている。あー、というおむつだね。じゃあ、ケイコおむつ替えて。ケイコ、うん、変えて。で、エミリアは、いいよ、エミリア、ちょっと寝て。うん。ケイコは？トイレ行こうか。ね。いやー、大変だねー、子育てってのは。お休みって言った瞬間に起こされちゃったからね。おっとー、またか？また途中で起きた？だよなー、なんかちょっと減ってんもんなー。エミリア、いや、ちょっとエミリア、あ、違うな、これご飯か？エミリア、ちょっとご飯あげてくれる？したら、ね。ケイコはどうしようか。まあいいや、仕事なんじゃないの、今日。ちょっと待って、仕返しまで2時間か。うわわわわ。じゃあ、体調整えようか。空腹。でもまあ、そんなに、ねえ、下がってないからいいかもね。残り物取って食べてから行って。ケーキかよりによって。ん、よしよしよし。うん、それ終わったじゃあエミリアもご飯食べなよ。また立ったまま食ってんな、ケイコ。
懲りないね。エミリアもケーキ食べんだ。朝からケーキか。結構どこ持ってくのそれ。なんか周期発してんのあんな。片付けとけよ。ちょっと泣いてるけど。あやして、あやして。まあ、ケーキ食ったらでいいよ。ちじ、ケイコ、それも捨てて、それも。お前エミリア、今ケイコ勝たしてるとこやん。お前も洗えてけよ。あ、でもいいか、子供優先よ。あ、勝手に勝たせてくれたね。あ、寝たね。そしたらエミリアは風呂行ってきたら、ちょっと疲れてるでしょ。ゆっくり風呂入ってさ、バスタブ使って。で、ケイコは？あ、ケイコ仕事行ったん？いつの間に。行ってらっしゃい。めっちゃ笑ってるね。これお風呂入ってたらエイダ泣いててもわかんないね、これ。はい、あ、じゃあ、まあ、もう上がったからいいか。で、ケイコじゃねえや、エミリア、ちょっとこの辺の水かたして。なんかこの辺も落ちてなかった。あ、それはかたしたんだ。うるせえなこいつ、本当に殺すぞ。さてと、お、愛の日。ああ、もうね、エミリアにバラを送ろうとしてから振ったんだっけ？遅れたんだっけな？なんかね、愛の日なんだから別に好きな人だけ呼べばいいのに、みんな呼んでパーティーしちゃった。大失敗の愛の日ね。あれからもう1年経ったんだね。懐かしいね。ねえ、ミリア。あの時は分かんなかったけど、今はね、もう結婚したんだよ。ケイコとね。それが良かったのか悪かったのか、まあ本人たち次第ですけどもね。まあね、エイダというね、子宝にも恵まれて良かったね。なんか野球見てるね。卓球だった。エミリア、それ野球じゃないよ、卓球ね。で、なんかまとめっぽくなっちゃったけど、まだ終わんないっす。ちょっとね、子供時代もね。ちょっと待って、泣いてるよ。エミリア、急いで。はい、行って。エイダ泣いてるから。もうちょっと成長さ、シーじゃないよ。なんか
あ、幸せになったね、エイダ。いつ成長するのかね、幼児時代と子供時代はちょっとね、やりたいとこはあるんだよね。うん。まあ、ティーンになっちゃえばね、もう大人と変わんないんでね、まあ、そっから先はね、まあ、個人的に遊ぶかもしれませんけど、まあ、いや、ごめん、修理してくれる？エミリア。ごめんね、ちょっとそれ修理しといて。ケイコいないから。まあそう、ティーンになっちゃうとね、もう大人のキャラとそんなにね、大差ないんでね。まあ、もう、いいかなってとこはあるけど、子供時代ぐらいはね、ちょっと、ね、お見せして、ね、俺たちの戦いはこれからだ、みたいな終わり方になっちゃうと思いますけども。まあ、いいんじゃないかな。うん。おい、エミリア。その、花なんかめでてないでいいから、ゴミ捨てて、モップかけといて。モップかけね。移動はいいや。稽古いないからさ、勝たしといて。うん。ね。あ、おむつかな？周期出してるもんね、なんか。C じゃないよ、おむつだ、おむつ。何やってんの？おむつ替えな？どう考えてもおむつでしょ？ほら、違うって言ってんじゃん。そうね、よし、ご飯大丈夫かな、わかんないからね。いや、エミリア、執筆して、さよならダレル、まだ書き終わってなかったんだ。あいつ必死に電話かけてくるけど、さよならダレルなんて、まあ、ない漫画じゃねえや。刺繍だったかな、書かれてるとは思ってないだろうね。あれちょっとエイダ泣いてるよ。ご飯じゃねえの？一旦ストップ。エミリア、一旦ストップ。ご飯食べんの一旦ストップ。悪いけど。エミリア、ご飯食べんの一旦ストップして。先、エイダにご飯あげて。先、エイダにご飯あげて。食ってんじゃねえよ。エイダお腹空いてるから行って食うのやめて。全然やめないやんこいつ、夢中かよ。やっとやめたわ、おっそ、もう食い終わるやん、ほとんど。エイダにあげてご飯。そしたら残り食っていいから。はい、食べて。まあ、一口だったじゃん、そこまで食っちゃったんだ。いや、捨てろじゃないや、勝たして、勝たせよ、もう。あ、結構お疲れ。どうだい？調子は。ああ、結構下がってんな。まあ、いや、ご飯食べな。ケイコがご飯を食べます。ね。
ちょっと待った。壊れてんな。ちょっと一回切るか、ごめん。ちょっと待って。こいつに修理かけて。修理。おー、素晴らしい。で、稽古はご飯、あ、ちょっと待って、ここにゴシゴシコスールかけて。はい。はい、綺麗になったね。じゃあご飯食べて。残り物を取るね。エミリアは眠いの？寝たら？じゃあそんなとこで寝んなよ。ソファーで寝んな。ちゃんと布団で寝て。はい。エイコはまあ安定の立ち食いですね。まあエミリアも立ち食いしてるけどね。で、じゃあそれ食ってね、トイレ行ったら寝ようね。もうエイコもね。ん？泣いてる？さっきご飯食べたから多分まあ、癒せばいいかな。大変だねー。全然寝れないじゃん、エミリア。お疲れ様。愛してあげて。ね。あ、幸せになったね。じゃ、エミリア寝て。はい、おやすみ。ケイコは？まだパスタ食ってんの？早く食って。早く食って寝て。ね。よーし。勝たせ。お前も勝たせ。まあね、いいよ。結構仕事で疲れてるんでしょ。で、いいよ、もう今日はね。後で勝たすから。多分エミリアがね。お前はじゃあトイレ行って寝ようね。俺もちょっと眠くなってきたよ。ちょっと待って、なんか嫌な音したな。なんか壊れた？ん？ああ、あれか。よし。じゃあ、ケイコもね、寝よう。はい。おやすみ。はーい。みんな、おやすみ。